してる、おかゆしてる、死んでる、時差ボケで死んでる、イエーイ。I'm dead with the jet lag。 何も、ヤッホー、今ロサンゼルスにいます、イエーイ。あの全然あのイベントの目の前にいるからあんまり見えないなんですけど、はい、実は3日間前ぐらいにサンディエゴに着いたなんですけど、時差ボケでやばくて、もう3日間ぐらいずっと寝たりとか休んだりとか寝たり食べたりとか家でしたので、何も取れなかったんです、はい、で明日から一番アメリカの大きなイベントで言えるかな、30年前から始まったアニメエクスポというのイベントに参加させていただきます、イエーイ。参加させていただいてるというか来ちゃった、okay. それでは、ロサンゼルスなのに初めて食べるのは日本のものです。日本、The bad example だね。日本のやつで。It's like, oh, it's like LA, but it's bad. No, it's bad. Yay. Food. これ何？え、これいくらだった？いくら？$10. うん、千円。まずそうだな。You know what this means? まずそう？ Yes. Okay. Looks like. No, but it's not the appearance.Why are you filming this? because I'm in America. Yeah, but you're giving the bad impression. Like him. I know, it's good. It's good. 意外とめっちゃ it's good だよ。America. It looks like shit. Tastes alright. Yay! はい、今、イベントに着いたなんですけど、全然、あの、イベントはね、向こうなんですけど、向こうの向こうで。で、もうここまでのラインなので、多分、3時間ぐらいかかっちゃうかもしれないって言われてちょっとビビってる。でもコミケと違ってみんな全然違う衣装着たりとか、もうコスプレで着てるままがいたりとか、まあ、コスプレで着るのは当たり前ことなんだけど、あの中身はね、あの着替える場所はないみたいんだよ。ないみたいなので私たちももうコスプレで着てる。いやー全然これも動かない。Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them.So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Thank you, you're so amazing. I love my soul. I love my soul. 今イベントの朝に入ってるのはこんな感じ。はい、こんな感じです。めちゃめちゃ暑くて、なんて言うんだ、なんか結構日本とイタリアのミックスしてるような感じのイベントだと思うんですよね。結構いろんなブースはやっぱりセガさんとかフェイトとか、なんか公式のやつが多くて、結構東京ゲームショーにとかコミケのブースが多かったです。でもなんか結構アーティストさんとか個人でコスプレ屋さんとかも多かったので、ちょっとなんかヨーロッパと日本のミックスな感じするからめちゃめちゃ面白いイベントです。でみんな踊ってるわ、すごすぎる。おお、いやー、よく来た。一緒に入った、すごい。すごいグループ。
ントのそこの方になんかホットドッグが売ってるの、全部全部ホットドッグ、んやば面白いなことはね、みんな許可持ってないよ許可持ってないのにもう物だらけだ。な感じはする、はい、で今はもうイベントの中なんですけど、今日は月曜日ということで早めにイベントが終わる。で早めにって言っても9時から6時までですよね。日本だと普通だったんだけど、この3日間は朝の9時から夜の朝の1時までだった。いや信じられなくて、めちゃめちゃしんどかったです。めちゃめちゃしんどかったです。やることが多すぎてたまらなくて、で、着替える場所がないんですよ。もうホテルとか自分も家から、コスプレから出ないと着替えられないんですよ、イベントの中でし。えってな感じになって。今日は、みさとです。こんな、全然見えないんですけど、結構、動きやすくていいかなって思ったんです。で、今から、なんか、今日は、なんか見てる通り人がちょっと少ないです。月曜日だし、やっぱりもうアメリカの日なので、もう お祝いする人多分多くて、多分すごく動きやすいだと思います。で日本と違ってラインがないんですよ。でみんなどこでも座れるんです
あのさ、コミケださ、あの一瞬に止まったらめちゃめちゃも来るんじゃないですか、スタッフは。頑張れ、ないでくださいって。でも分かる。でも分かる。そうじゃないと、今日は人少ないから、まあ、別にいいんだけど、もう金曜日、土曜日は一番人が多くて、みんなここでも止まっても、すっごい動きつらかったです。何が起きてるのかもう分からなくて大変だった。さてと、今から事務所の方 と、打ち合わせして、その後はもうショッピングです。Yeah, I guess I'll just message you on Instagram. Yeah, that's good.